ハードオフ大好き、ホビーオフ大好き、親父でございます。今日はね、12月22日日曜日です。もうね、もう来ますよ、私大好きクリスマスが。で、この時期のね、おもちゃ屋さんっていうのはとても楽しいんですよ。やっぱりクリスマスというとね、楽しい思い出持ってる方多いと思うんですけど、私ね、まあ、常日頃からおもちゃ見てテンション上がるんですけど、この時期のおもちゃ、これがとてもテンション上がって楽しく見れるんでね、今日はおもちゃちょっとメインでクリスマスおもちゃ企画で撮っていこうと思います。それではホビースタート。はい、ということで早速ね、ちょっとおもちゃコーナー来ましたよ。もういろんなね、合体ロボやら変形ロボやらがあってね、とても楽しいですね。もう過去のものがほとんどなんですけど、こういうの見るだけでね、なかなか楽しいんですよね。こうやってね、ガラスケースの中にはレア系が入ってるのかな。こんなのこれなんだ、サンバルカンロボか。あったあった、仮面ライダーだとかね、そういうのもあります。すごいな、これ仮面ライダーがいっぱい入ってるな。こういうちょっとした色紙的なやつとかもあるんだね。うん、110円だ。なんかのおまけかな。これが何でしょう。ネオ変身サイボーグネオテクターセット桜屋さん。こんなの初めて見たな。あ、でもなんか仮面ライダー的なのがネオテクターか。なんかちょこちょここら辺は、あ、これいいじゃん、ジャンボグエース。これもなんかジャンボグエースがあるよ。ちょっと他のもあるか見てみよう。ほら、アクナイザー3。懐かしいね。わりかし特撮系って再放送をよく見てる可能性もあるんで、私これ見てましたけど、それが、まあ、再放送なのかどうかっていうのはね、ちょっとわかんないんですけども、懐かしいですね。なんかちょこちょこあるな、いろいろな。こんなのもあるね。これほら、ウルトラマンが、ウルトラマンがなんかやってるね。いやー、しかしほんとね、この時期っていうのはね、楽しいな。おもちゃが楽しい。なんかゲーム以上に盛り上がるな。これ高いね。状態いいけど1300円ぐらいしようかな。このガラスケースの中にもほらウルトラマンセット、これ当時物かな、5500円で10体ぐらいのセットですね。これもウルトラマン7とかちょっと古そうなのがあるね。このケース内だとレア物があるのかな。ダダ、ダダ B タイプ、ダダ C タイプ、まあ、そういう感じのがちょっと、あ、これなんだ、トランスフォーマーかな。トランスフォーマーだな。2200円は結構します。うーん、萌え萌えズキュン、秋葉レンジャーっていうのがあるのかな。こっち側は仮面ライダー系のちょっとお高いのがあるのかな。そんな感じでしょうか。これいいね、ブレイド好きなんで、聖剣デラックスブレイラウザー。これいいな。
カーレンジャーになるともう結構レアじゃないの。レアっていうかまあ古いよね。突っ走れ。これ欲しいな。仮面ライダーファイズのカイザギア。高いけど。ビルバイン。なんか見たことあるのから見たことないのからいろいろあるね。これはもう古いんじゃないの。ナイトゼフィーランサス SD ガンダムみたいですね。 SD ガンダム爆心丸。あとはなんかないかな。大王者があるよ。大王者ガンダムとかそういうのもあるね。ガンプラもいっぱいあるな。結構プラモデルをクリスマスプレゼントにもらったという方も多いんじゃないの。私はプラモデルはねもらわなかったかな。あんまり作らなかったんで、作らなかったっていうか、まあ、作れなかったと言えとでも取れるんですけど、なんか結構これ宇宙戦艦ヤマトじゃないけど、宇宙戦艦ヤマトか、これこんなのやもるね。で車系のやつからね、やっぱりロボット系がいいね。ロボット系かっこいいね。まあここら辺も結構古いよね。リオナイト。でももう二十歳超えてたかな。リオナイトとかだともう大人にはなってた気がしますね。バフィー付き。アニメでもちょっと見てた気もするな。12チャンの6時ぐらいからやってたっけ。あとはなんか面白そうなのあるかな。これなんかは以前撮ったやつが残ってる部分もあるんですけど、これも SD カンドムの飛行機兵スカイパラディン。お値段4000円。組み積み、組み立て積みってことかな。いいなぁ、ワクワクすんね。あ、これタツノコキャラメカロボシリーズ。あ、いいじゃん。ヤッターワン、ゴールドライトン、ベガス、ペガス、大巨神と大天魔。これ何が入ってんの。ゴールドライトン最色バージョン。あ、これいいな。550円か。ゴールドライタンいいな。お、ライディーン。スーパーロボット対戦のライディーンか。650円。まあ、そこそこいい値段しますな。あ、ダイタン3もあるよ、ほら。あ、これダイタン3だ。この間見たやつ。ダイタン3か、あれ。はなんか面白いのないかな。面白いのというか懐かしいのというかね。なんかここら辺もすごい積んでるな。このクリスマス時期になんかいろいろ売ろうという作戦なのかな。こんな本もなんか結構ありますね。わさわさしてます。さすがクリスマス。これいいな。人の動きを感知して光るセンサーライト、カラフルセンサーライト。未使用品なんですけど1320円か。結構高いね。こんなのもあるよ。ドラえもんおしゃっぺり目覚まし時計2750円。カービィのもあります。これもいいね。ドンジャラゲーム。私ガンダムのドンジャラゲーム持ってた。なんかここドラえもん多いな。これでもドンジャラだけじゃないんだ。20種類のゲームが楽しめるんだね。でその他にもなんかこっちもほら
ドラえもんのドンジャラでしょ。よいしょ。これもあるよ。ロイヤル30種類のゲームのできる。よいしょ。みんなで遊ぼうよ。ロイヤル三中。ドンジャラやりたいな。ドンジャラ一人じゃできないんだよな。これもいいじゃん。ロイヤル11。このドラえもんのロイヤルシリーズは結構増えてきてるのか。1100円だからね。これ同じ人売ったのかな。ね。いやしかし野球盤とかね、まあボードゲームもあるけど、やっぱ野球盤とかボードゲームとかそういうテーブル系のゲームって、まあクリスマスプレゼントはまあ定番ちゃ定番でしたからね。私もいろいろね、いい思い出がありますな。はい、ってことで最後はトミカでちょっとねお別れしたいと思います。ランボルギーニオタ、皆さんはクリスマスプレゼント何をもらったのかな、まあ、よろしければおじちゃんにね教えてください。それでは皆様、良いクリスマスを。メリークリスマス。